引っかかる恋には理由があってっていうドラマなんですけど、わかる、あ、わかる。こんにちは。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで、どうする今日は。今日はですね、うん、私が今もう大ハマりしてるドラマがあって、聞かざる恋には理由があってっていうドラマなんですけど、わかる。あ、わかる。一回見た、一回見た。おうおうおう。川口春奈ちゃんが可愛くて可愛くて、あれの髪型か。はい。あ、なるほどね。はい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 。で、ちょっと何個かやりたい髪型はあるんですけど、うん、今日はとりあえず1個目。をちょっとやっていこうって感じ、はい、やっていこうと思います。わかりました。じゃあやったことないやんな。ないです。ちなみにやったことないみたいなんでちょっと僕らも探り探りなんですけど頑張って作っていきたいと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。今日はこの髪型を作っていきたいと思います。まず使うものはオイルと長めの黒ゴムと、あと普通のシリコンゴムを使っていきます。はい、ということでじゃあちょっとチャレンジをやっていくと思うんですけども、はい、本当にね、同じ向きからちょっとやっていこうかな、はい、って感じですよね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあまずは全体の髪の毛まとめるやんな。はい、はい、2つにまとめていきたいと思います。はい、で大体ね、1がね、耳あたり、そう、そう、そのあたりかな。そのあたりでしっかりとまずゴムじゃ結びましょうか。はい、なかなかないよね、こういうふうにこう俺が言いながらやるっていうね、なんか新しいです、新しいよね。これしっかり結んでた方がいいかも。はい、ちょっとこれ多分ね、ずれるとあれだから、その特に襟足の部分とかが、はい、でギュッてしてた方がいいね。はい、ちょっと、うんうん、どうか。そうやね、まあこのぐらい、もう気持ち高くてもよかったけど、多分これでも全然大丈夫です。はい、はい、じゃあ次に、次にこの長めの黒ゴムを用意して、これ半分やんな、半分にして、はい、で根元に巻きつけていくって感じやな。はい、これ何周ぐらい、3周ぐらい巻きつける、1周3ぐらいいけそう、いけそうやな、3周ぐらい。はい、3周してでバッテンしながらこう毛先に巻きつけていくって感じやな。はい、だから下から持ってきて、ちょっとここ高度なテクニックいるな。そうです、ずらしながらって感じやな。まず上の方から持ってきて、あ、なるほどね、表面の部分でこうちょっとずらしながらバッテンして、はい、下で軽くバッテンして、で表面でまたずらして、はい、これを3回、3回やんな、もう1回いきましょうか。え、あ、3回目でいきますね。3回目いきましょう。今次3回目、うん、この3回目にして、はい、ここがむずいね。で、あ、そんな感じやね、はい、はい、ここまでで。で、このバッテンのバランスが多分一番下の部分がちょっと間隔がなんか少なめだから、ちょっとずらしましょうか。下を、うん、で、この時に多分危ないから、あ、行き過ぎちゃう、もうそんなもんかな、うん、あ、そうやね、だいたい同じぐらいの間隔でずらしてやれば OK ですかね。はい、はい、じゃあ一番下の部分をもう一回結んでるので、蝶々結びはなしだ多分ね。はい、かなって。はい、じゃあそこで蝶々結びをお願いします。はい、ちょっとゴム長めの方がいいよね、これね。結構どうだ。はい、 OK じゃないですかね。これで多分蝶々結びしっかりできてると思います。で、後ろに髪の毛を戻して、次、はい、もみあげやね。これポイントやね、ここらな。ポイントです。一本だけをちょろっと出す。で、あんまり出しすぎないんですね。そうやな、だからもうほとんどの部分はしっかりとまとめてて、そう、で、次にもみあげだけ、じゃあ、はい、一線だけお願いします。はい、
どうですか。ちょっと出すぎたかもしれへんけど、はい、そう、ちょっと待って、ちょっとだけ減らして上の部分だけね、もうちょっと少なくしてもいいかもね。結構少ないですね。これ結構少ないよね。だから本当に上っ面の部分をもうちょっと取ってオイルちょっとつけてみたいな感じですかね。あ、でもそんなもんかな多分。で、最終的にオイルをつけて、多分ね、これぐらいでいいと思います。だから皆さん思ってる以上にちょっと少なくしたもんね、はい、してもいいですよね。心配になりますね。でもこのぐらいの感じでいいかなと。で、もっと言ったらあれやな、耳にも若干かかってる毛があるから、はい、その表面の部分、そこの部分の毛を一本だけ耳にかける、はい、うん、あ、いい感じだと思います。こんな感じでね、OK かなと思います。はい、後ろからこんな感じで、はい、完成です。はい、ということでだいぶ再現できたんちゃう。はい、結構なんか巻かなくてもいけるし、はい、もう普通にオイルだけつけてやればできるアイデアだ。はい、だからポイントとしては多分もみ上げる。そうなんです、もみあげの量も結構、多分長さもまあまあ長いやん、はい、普通大体この辺ぐらい、あごぐらいですけど、多分それよりちょっと若干長めで、あの量が絶妙に難しいかもしれないです。はい、であとはまあここやるのは多分後ろの部分に関してはちょっと練習したすれば多分できるって感じやん。はい、なんで黒着てけんかったもんね。そうなんですよ、ね、再現するやったらマジ黒じゃないとあれやったと思うんですけど、まあ雰囲気的にはね、こんな感じで、まあ、雰囲気は合ってるけどね、色だけがちょっと違いました。悔しいです、ね、なんか若干前髪切ってたかもしれない。なんか前髪も揃えてる感じがすんねんけどさ、意識。なるほどなるほどね。でもまあちょっと色は違うけど再現をちょっと求めてね、再現性を求めてちょっとやってもらったので、はい、皆さんね、このドラマ何でしたっけ、聞かざる恋には理由があって、はい、だいぶねおしゃれに見えるアレンジかなと思いますので、よかったらね皆さん気になってた方ぜひ参考にしてみてください。はい、この動画がよかったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。また続編やれるのかな、はい、はい